皆さんこんにちは。本日ご紹介いたしますのはビニズというブランドで展開しております LED マジックボックス、こちらのご紹介をいたします。こちらが筐体になるんですけれども、見て気づいた方もいらっしゃるかもしれないんですが、カーリンキットの T ボックスアンビエントと同じ機種になります。こちらの製品はビニズというブランドで展開をしているメーカーさんでして、また海外ではフェビンスというブランドで展開しているメーカーさんの製品となっております。今回もこちらのトヨタのディスプレイオーディオでこの AI ボックスのレビューをしていきたいと思いますので、トヨタ車にお乗りの方で AI ボックスを検討されている方はぜひ最後までご覧になっていただければと思います。この AI ボックスを導入することによってどういったことができるのかということをご紹介をしていきたいと思います。まずホーム画面に戻ります。で、私の使用例ということでご紹介をしていこうと思うんですけれども、まあ、私の場合はこれ今ホーム画面になってるんですけれども、まあ、こちらにマップを表示していて、まあ、こちらの方は普段使うアプリの方を入れております。で、これ今 not playing ってなってるんですけれども、こちらのちょうど紹介するんですが、 YouTube Music 等を流してる時に、まあ、ここに表示がされるようになっております。まず何と言いましても AirBox を導入する上でのメリットというか、まあ私が入れている理由というのは、やはり音楽を楽しみたいということがまず一つ大きい点になります。で、私はこの YouTube Music っていうのを使っておりまして、著作権フリーということで今回ちょっと使用させていただくんですけれども、まあ、こういう感じで、まあ、音楽流してます。で、まあ音楽を流しながら、まあ、こちらのアプリですと、まあ、動画も流れているといった状況で、まあ、こういった見方ももちろんするんですけれども、何が言いたいかと言いますと、この YouTube Music のアプリを使いますとバックグラウンド再生というのができまして、車に使うには非常に便利なアプリとなっております。なので動画を流さなくても音楽だけ流すということもできますし、またこちらテキストファイルを展開しつつ音楽を流し続けるということもできます。で、またこちらを押していただきますと、カー、そうしますと純正ナビの画面を表示しつつ音楽を流すと、まあ、いうこともできます。で、もちろんこれ今ナビ自体は使ってないんですけれども、ナビの案内を開始してても当然ながら音楽を流し続けるということができるということになります。まあ、普段私こういった形で使っているということで、まず非常にこの AI ボックスはなくてはならない、まあ、存在になってきていると、まあ、いうことになります。で、もちろん動画も見たいといった場合は見ることが可能になっております。まあ、このような形で大画面で動画を見るということもできますし、で、これのいいところというのはフローティングボタンがついておりまして、まあ、分割式で見るということも可能になっております。まあ、こちらが動画で、こちらがテキストファイルということで見るということができますし、またこういうパターンではなくてマップを見たいという場合というのがあると思いますので、まあ、そういった場合にすごくこの分割画面というのは、まあ、使いやすいと、まあ、いうことになります。まあ、このような形でマップを表示させつつナビを一度スタートさせてみようと思うんですけれども、ナビを使いながら、まあ、動画を流すと、まあ、いうこういった使い方をすると、まあ、いうこともできるということで、まあ、より一層使いやすいものになっていると、まあ、いうことになります。さらになんですけれども、今はこれ Android 13になっております。 Android ではなくて CarPlay とか Android Auto を使いたいという方にももちろんこれ使っていただけるようにしっかりとなっておりまして、このオートキットっていうところを押していただきます。で、オートキットアンビエントってここ書いてあるんですけれども、はい、はい、すぐに展開してくれる。この T ボックスアンビエントのいいところはもう何と言いましても、カープレイ、それからアンドロイドオートが非常に展開速度が速いなっていうところになります。ものによっては、なかなかカープレイとかアンドロイドオートが使えないっていうエアボックスも非常に多いんですが、こちらはそんなことなくて、もう
開封してすぐに設定、買いだけ行っただけなんですけども、もうすぐに使えるようになるということになります。で、今回私は、まあ、こちらのパイオニアの製品になるんですけれども、まあ、こちらのアプリを入れておりまして、まあ、そうすることによって、まあ、普通のこのマップをもちろん使えるんですけれども、こちらのパイオニアのマップを入れるということによって、まあ、より一層詳しいナビゲートをしてくれるというところで、カロツェリアのサイバーナビといったような20万も30万もするようなナビゲーションが流行った時期というのがあったんですけれども、ナビゲーションを作っているメーカーが作っているアプリとなっておりますので、今のナビゲーションとして使うという意味においては非常に進んでいるアプリの一つになってくるんではないかということで、おすすめできるんではないかなと思います。まあ、こういった使い方ももちろんできるということになります。で、また戻りたいよねっていうことなのであれば、こちらに戻っていただくということが可能になります。で、こちらの製品に関しては、以前ご紹介をしました、オッドキャストの P3 とか、また前回ご紹介したカルチザンの AI ボックス。あちらの方は、カープレイ、アンドロイドオート、それからこちらのアンドロイド、あちらは12だったんですけれども、まあ、こちら13なんですけれども、まあ、同時で使うことができません。なので、カープレイからこれに戻ると、こちらの Wi-Fi がまあ切れてるのがお分かりいただけると思うんですけれども、また、これを使いたいということになったときに、一度、こちら、インターネットをまた入れなければなりません。はい、こんな感じで、もう一度入れないといけないという、一手間かかってしまうということがございます。まあ、なので、この形式の AI ボックスを使うのであれば、やはりこの Android 13のこの中で完結して使うか、またはこちらのオートキットアンビエント、まあ、こちらをまあ主に使うのかということで、まあ、どちらかを選択して使う方が、この AI ボックスの方は使いやすいのかなと思います。またこう戻ると、はい、こんな形で、また Wi-Fi が切れてしまうということがありますので、これ Wi-Fi 切れなければ非常に使いやすいんですけれども、通常のこの AI ボックスの機種に関しては、まあ、こういった仕様となっているということになります。この動画が面白かったらグッドボタンを押してください。チャンネル登録もお待ちしてます。音楽が聴けるとか、まあ、動画が見えるとかっていうお話はさせていただいたんですけど、まあ、最近、ガジェットとの連携化っていうのも進んできているので、そちらの方をお見せしていきたいと思うんですけれども、まあ、こちらのリアアシストって書いてあるんですけれども、パイオニアのリアカメラになるんですけど、まあ、このアプリっていうのがあります。で、これ今、インターネットに接続されちゃっていますんで、一度切って、でこの、電波になるんですけれども、まあ、つなげますと。で、このリアアシストっていうところのアプリを開くことによって、カメラ。これ今、リアのドライブレコーダーになるんですけれども、映像を映し出してくれたりとか、あとは収録されている動画、確認したいと。いった場合っていうのもあったりすると思うんですけれども、まあ、そういった場合にパッとこう展開してくれる。で、展開して、まあ、見るということももちろんできると。で、これだけだとやっぱり今一つなところがあって、さらにこのチューズっていうところを押していただいて、ここをチェック入れると。で、ダウンロードのボタンを押すことによって、この AI ボックスは RAM と ROM が搭載されていて、メモリーの容量自体も非常に高いものになっておりますので、ファイルを保存するということもできます。まあ、この辺も AI ボックスを導入していないと使えない機能と。まあ、携帯であればもちろん携帯のメモリの中にファイルを入れるっていうことができるわけなんですけれども、この AI ボックスももちろん携帯と同じようなものになっておりますので、内部メモリというのがございますので、ファイルを保存しておくと、まあ、いうことができます。このような形でファイルが保存されたら、で、ローカルのところですね。で、これビデオっていうところがで、で、ここに保存されると。で、ファイルを見るということができます。また、AI ボックスにデータを
保存するということだけではなくて、クラウド化というのが最近進んでおります。で、こちらのアプリなんですけど、今これ展開しているやつなんですが、例えばこちらで動画を見ると。で、これ自体は、パイオニアのサーバーから開いているサイトになっております。で、これ動画の一覧を見るっていうことなんですけれども、これ SD カードのデータだけじゃなくて、パイオニアのクラウドに保存されているファイルということにもなっております。まあ、それをこの AI ボックスで見ると、まあ、いうことも可能になっております。まあ、例えばこれ、駐車中の衝撃通知ということで、駐車中に車に衝撃が加わった場合に録画をしてくれるんですけれども、その際、パイオニアのクラウドの方にも動画の方が収録される。で、さらにこれ、携帯の方にも衝撃録画をしましたということで通知が来るようになっております。で、これを AI ボックス上でももちろん見るということが可能になっておりまして、このような形で、まあ、動画を再生するってことはもちろん可能です。こんな感じで。で、さらに、ここで言いたいのは何かと言いますと、先ほどと同じような形で、パイオニアのクラウドからこちらのフロントカメラの動画を保存したりとか、で、こちらは車内カメラになるんですけれども、車内カメラの動画を保存すると、まあ、いうことができるようになります。で、これ保存したものなんですけれど、どこに行くかと言いますと、こちらになりまして、このダウンロード。はい。ここに保存されるようになります。で、こちらが先ほどのセブンイレブンの駐車してた時の動画。パイオニアのクラウド上から AI ボックスに、まあ、保存すると、まあ、いうことができて、ファイル自体を自分の AI ボックス、または携帯のアプリを使ってた場合は、携帯のアプリ上に動画を保存すると、まあ、いうことができると、まあ、いうことまで最近はできるようになってきてると、まあ、いうことになります。なので、ドライブレコーダー自体も SD カードが付いてるんですけれども、また Wi-Fi によって、この AI ボックスまたは携帯と連携ができるようになっていて、さらにはデータ自体がクラウド化されておりますので、ファイル自体を自宅のパソコン等でもファイルの取得ができるようになっているということで、非常に便利になってきているということになっております。また、パイオニアみたいにクラウドが用意されてないようなメーカーのドライブレコーダーもあったりすると思います。まあ、そういった場合でも、クラウドを使ってファイルの管理、または共有ということができますので、そちらを最後にご紹介していきたいと思います。私、ビオゴのドライブレコーダー好きで使ってるんですけれども、例えばこちらなんですけれども、これも Wi-Fi が付いているドライブレコーダーとなっております。先ほどと同じような容量で Wi-Fi 接続をしていきます。今これネットに繋がっちゃってるので、で、ここで切り替えをしていくということなんですけれども、今ドラレコに今 Wi-Fi の方をオンにしました。そうしますとこのようにビオホの Wi-Fi が受信するようになって Wi-Fi 接続中で、これで繋がるようになります。で、一度戻っていただく、はい、そうしますとこのような形で、まあ、こちらビオホのドライブレコーダー A229 というものになるんですけれども、まあ、同じような形でこうやって画面表示ができます。で、こちらなんですけれども、はい、ファイル管理を例えばしたいと言った場合、こちら。ここダウンロードします。まあ、先ほどと同じような容量なわけなんですけれども、AI ボックスに一度ダウンロードを行うと。で、これ 5G Wi-Fi なので非常にダウンロード速度も速くなっていて、実用性が高いものとなっています。で、ダウンロードが終わったら、で、ここにファイルフォルダがあって、ビオホってありますんで、ここを開いていただく。そうすると、先ほどのファイルが、まあ、ここで保存されているということなわけなんですけれども、AI ボックス上の中だけで保存されていると、パソコンで今度見たいといった場合があると思うので、少し使いにくさがあると思うんですけど、そういう場合は、ここを長押しして、More、で、Share。そうすると、こうドライブに持っていくことができます。で、Save。
まあ、そうすることによって Google ドライブを使ってクラウド化するということができるようになります。そうしますと、先ほどこちらの方が保存していたファイルなんですけど、今2回連続でやったので2つ同じファイルが保存されているんですけれども、自宅のパソコン等でもファイルが見れると、まあ、いうことでクラウド化ができると、まあ、いうことで非常にこの AI ボックスというのは使い勝手が良くなっているということを皆様にお伝えできるかなと思います。はい、ということで今回なんですが、こちらビニツというブランドで展開しております LED マジックボックス、こちらのご紹介を今回こちらのトヨタのディスプレイオーディオでレビューの方いたしました。こちらの製品の詳細なんですが、概要欄の方に貼ってございますので、ぜひ興味のある方は一度ご覧になっていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。この動画が面白かったら、グッドボタンを押してください。チャンネル登録もお待ちしています。